夢ラジオ第3768回、今日は令和4年6月13日月曜日です。時刻は午後11時、横浜港北、月曜のミッドナイトとなりました。横浜の夜景はいつもと同じようにキラキラして綺麗なんですけど、今ぐらいからだんだんとその明かりも少なくなって夜モードになりますね。さっきまでオンラインの授業、今日は中学生の男子が2人英語習いに来ましたね。さて、夢ラジオです。今回は参政党が主張するあの勢力、こんなタイトルでお話ししましょう。参政党が主張するあの勢力。イメラジオでは今まで参政党という政党について、今一つ政策がよくわからない党のお話をしてきました。で、ろくに主張も聞かないで、あるいは著書も読まないで、そんなこと言うのはアンフェアだ、その通りですよ。ということで、参政党の著書を読み始めているのですが、あの勢力というのが出てくるんですね。しかもあの勢力は名指しされてはいない、定義もされていない。ところがあの勢力、で、その神谷さんや吉野さんによると、そのあの勢力がそれこそもう江戸の頃からってことはもう18世紀とか19世紀とか、もうそこら辺りから日本には職種を伸ばしていて、けれど江戸期にはそれを撃退していた。だから当然外国勢力となりますよね。で、ところが明治期になって、国を開国してから、そのあの勢力というのがどんどん入ってきて、そして日本にも工作を及ぼすようになり、そして大東亜戦争っていうのもあの勢力、これが引き起こしたようなもんだ。そして戦後もう、だから神谷さんたちが言ってるあの勢力っていうのは戦後に日本に入ってきて、そして日本を陰で動かしてきた。しかもそれは日本をだけでなく世界をと言いたげです。何度も言いますが、名指しされておらず定義もされていないのでわからないんですけど、でもあの勢力、それがずっと戦後の日本、ひいては戦後の世界を牛耳ってきた。例えば今回のコロナ騒動、ウイルス騒動もその勢力によって引き起こされたらしいんですね。コンビニのお弁当がどれもこれもおかしいのもその勢力で、日本の教育が自虐なのもその勢力で、お米が不当に買い叩かれているのもその勢力だから、よく参政党の方々は全てつながっているんですよ、全てつながっているんですよ、その全てつながっているものの探っていけば、あの勢力、で、そのあの勢力って何やと。で、当然これって陰謀論になっ
ってきますよね、陰謀論。でこの陰謀論はこの夢ラジオではかなり注意してお話しするようにしています。その陰謀論っていうのは証拠が出にくいので、ですから突っ込まれた時に反論しにくいんですね。そしてそこで反論しにくいと、例えば歴史的なお話の時、陰謀論めいたことを言って、でそこに突っ込み入れられて、それで反論できないと、他の部分でもなんかもう信用が置けないんじゃないかと思われてしまうんですよ。だから私は歴史の話する時にも、あるいは政治や経済のお話する時にも、できるだけその陰謀論っていうのは語らないようにしております。ただし個人的な意見ですけどね、語らないようにはしていても、その何かしら一定の勢力みたいなものは確かにあるだろうと。全くバランバランにね、世界の出来事が偶然に起きているわけではない、もちろん。ただしそれをですね、しかと特定できないまま、でなんで特定できないかというと、私たち陰謀やってます、名前は何々ですなんて絶対に言ってこないから、そういうお方々は。でもし言ってきて、でその文書でもあって、その文書通りに例えば世の中が動いているんだったら、それ一定程度かっちりとした話、説得力を持った話として語れるかもしれないけど、そんな文書が出てくるわけないし、実は私ですとかって名前言ってくるわけないんですよ。陰謀を企てていますみたいな。だから注意しないといけないんですよね。で実は参政党という政党は、その主張の根本にこれがあるんですよ。私もやっと分かってきましたね、あの勢力っていうね。でそこから食の毒みたいな食が広まってるとか、教育がめっためただとか、日本社会がバラバラにされてるとか、全部そこから風呂流れてきてるわけですね。でこれはですね、政治に携わるもの、または政党としては、非常に危ないことをやってはいるんですよ。これなぜかというと、さっきからお話しているように、しかと定めにくいので、本当にそんなもんあるんかい、証拠を見せろっていうふうに言われた時に困る。状況証拠っていうのかな、こんなことがある、あんなことがある、だからかなりの可能性でね、かなりの可能性でここには闇の勢力がいるんじゃないかという、こういう話はできるけど、それはあくまでも一つの説なんですよ。それをそういう説がありますという形で提出するんならいいんだけど、政党が政治に打って出る時に、そして社会を一定程度変革しようとする時に、その勢力の存在を前提として政治を組み立てていくっていうのは、かなりやりにくいと思いますね。だから参政党はそれをやってるんだね。やっと分かってきましたよ。あと政策がそれほどね、くっきりしてもいないのに、どうしてリーダーたちが命かけてと言ってるのかも、あ、そういうことかと分かってきました。確かにこれなら、そういう、ね、
命かけてやってますというのも分かる気はしますね。ただし何度も言いますが、その定義も不明で、人によっちゃいろんな呼び名が出てくるわけですよね。そのいちいち言いませんが、でそこに何て言うか、この世の悪の原因を、まあ、見出しているその哲学で、その哲学で一体政治はできるのか、これは問いたいですね。参政党の支持者や党員の方も夢ラジオ結構聞いてくださってるようですから、聞きたいですね。この世の矛盾悪、それの源をその勢力に置くという、そういう哲学、しかもその勢力を名指しはしない、あるいはしたところでいろんな名指しが出てくる時、そんな哲学で一体政治が行えるのかってことで、これまでの日本の政治でその陰謀論に基づいた政策を掲げたところは一つもない。ものすごくユニークですよ、この点では。参政党はもともと夢ラジオでは参政党のことをユニークな保守っていうふうに呼んでおりますが、本当はものすごくユニークな保守なんですよね、これね。でこの哲学でやっていけんのかどうか、いやひょっとしたらやっていけるかもしれないので、まあ今後のお手並み拝見なんですけど、こんな危ういことをやってるんだなというのがちょっとずつ分かってきました。あと初期ボードメンバーにいた和也がね、自分の動画で僕は参政党を辞めます、党員も辞めますと、それでフォロワーも何万人も減らして、なんだ所詮この程度かみたいな感じでしたが、和也があの時僕は陰謀論についていけないみたいなことを言ってたんですよ。参政党ってそんな陰謀論でも言ってんのかな、どういう陰謀なんだろうとかって、その時は何も思わずに和也の捨て台詞かなぐらいで済ましてたんだけど、和也が言ってたのはこれのことだね。うん、参政党の人にそのあたりのことをちょっと聞いてみたい気はしますね。この陰謀論信じてますとか、あるいはその勢力って具体的になんですとかで、いっぱい呼び名が出てきた場合、この呼び名の定義ちょっと一つ一つお願いしますみたいな。例えば大東亜戦争がね、勢力によって始まったという時、それは何を意味するんだろう。大東亜戦争の時、南部仏印進駐、これが痛かったね、1941年の段階では。あと1837年、その4年前か、シナ事変、つまり盧溝橋事件、これも痛かったね。この辺ってその海外の勢力の思惑でなったんか、日中戦争が勃発し、つまりシナ事変ね、それが拡大していったのは海外の勢力の思惑でか。例えばシナ事変の7月7日にバーンと銃声がして、でそれで結局ああなったんだけど、あれどうでしょうね、日本の帝国陸軍内にやめろという意見が強かったら、いやもっと言えば昭和天皇がやめろと226の時みたいに出ていったらやんだんじゃないかな。あるいはその後の南部仏印進駐に至るまでのどんどん悪化していく日米交渉も、これもやはり昭和天皇が断固平和だと言えばできたんじゃないかな。だって大東亜戦争を終わらせる時には昭和天皇がもう一番前に出てきてやめろと言ったからやめれたんですよね、御政団ってやつで。それを戦争になる前に、でそこに行かなかったのは、
その当時の帝国陸軍の中にもう戦争をしようというそのもう動きがあったからこうですね。それはまあ海軍もそうだったかもしれないけど、その当時の帝国陸海軍の中の戦争をしようと思ってた、まあ、いろんな名前上がりますけど、しかもその仮想敵国バラバラなのよ。要するに陸軍のある者たちはソ連と戦争しようと思ってる、あるいは陸軍のある者たちは中国で止めようと思ってる、あるいは海軍のある者たちはアメリカと戦争しようと思っている。それで海軍のある者たちはアメリカと戦争してはならないと思ってる。これ全部そのある勢力の回し者たちのドラマだったのか。とてもそうは私は思えない。やはり日本人が主体的に例えば戦争をやめたいと思えばやめれたと思う。あるいは日本人がなんだかんだ言いながらずるずるっとこう日本人の集団の論理で、そして天皇制という、まあ、諸外国に見られない立憲君主制を敷いてもいたから、だからああなっていった、私はそう見ております。確かに例えばルーズベルトの取り巻きの中にね、ルーズベルトの取り巻きの中に戦争をしたいなと思ってた人たちがいた、これは間違いないと思うよ。だってそれは証拠として出てるもん。ね、ホワイトとかヒスとかああいった方々がそうだったっていうのは、これは陰謀でも何でもなくてもう確かめられていることですよね。けど勢力、金融資本、参政党っていうのがますますこう私は謎めいて見えてきましてですね。で、この党がこういう勢いを持っているっていうのがますます分からなくなってきました。何度も言いますが、できるだけ客観的にお話しようとしているつもりです。しかも当初この夢ラジオでお話していたような参政党の政策のふわふわさというのとはまた全然違う次元の、そういう参政党の分かりにくさっていうのが出てき、しかもこれを国政政党として、国政を狙う政党としてやってるんだなってことに驚きですね。夢ラジオ第3768回、今回は参政党が主張するあの勢力。リスナーの皆さん、おやすみなさい。